エムステウルトラスーパーライブ2022近畿キ,キッズ、キスマイ FT に、カトゥーン、キングプリンス、スノーマン、トラビスジャパンのコメント到着。12月23日、金曜日放送のミュージックステーションウルトラスーパーライブ2022テレビ朝日慶午後5時からに出演する近畿キ,キッズ、キスマイ FT に、カトゥーン、キングプリンス、スノーマン、トラビスジャパンからコメントが到着した。 今年も年末の大型音楽プログラム、ミュージックステーションウルトラスーパーライブ2022が12月23日金曜日に放送。全68組の豪華アーティストが千葉幕張メッセとテレビ朝日に集結し、6時間超えの白熱性ライブを披露する。放送に先立ち、出演アーティストたちからコメントが到着。今年がデビュー25周年イヤーだった KinKiKids は7月にリリースしたシングル、 アメージングラブと1997年リリースのキスから始まるミステリーを披露。両楽曲とも作曲を山下達郎が手掛けており、両曲とも山下達郎説を感じられる楽曲ですと堂本光一。